回訪ねる場所はこちら、旭川中心街の一角にある姫小路。知る人ぞ知るディープなグルメスポットなんです。お店がいくつも並んでます。探検というより冒険っていう感じでしょうかね。いざ潜入。昭和の時代にタイムスリップしたような空間に新たなお店が元気いっぱい営業中。優しい味ですよ。お店の人が手掛ける素朴で気さくなあったかメニューに体も心もポッカポカ。11月はディープでホットなグルメスポット姫小路。今まさに建設中、旭川市の新庁舎、随分と出来上がってきました。さあ、そしてここは買い物公園と交差する七条緑道なんですが、その七条緑道から脇道の細い路地に入ると見えてくるのがこちらの場所、姫小路。建物がレトロですね。木造の建物が歴史を感じさせます。古くから居酒屋やスナックなどが軒を連ねる飲み屋街で、昭和の酒場の風景をそのまま残した空間。ここはかつてあった居酒屋さんでしょうかね。奥まで続く薄暗い通路、初めて訪れる人はちょっと戸惑うような独特の雰囲気が漂う中、現在4つの店舗が営業中。今回はオープン間もない新しいお店を訪ねます。こんにちは。まずお邪魔したのはこちらの居酒屋、ね、欧州、席が5つほどのこじんまりとした店内です。姫小路という、ここはいつ頃からあるんですか。ここ僕も旭川出身じゃないんでちょっと分かんないんですけど、もう60年以上は経ってると思いますよ。60年。店主の菊池豊さんです。料理人として40年以上勤めた居酒屋がコロナ禍の影響により閉店してしまったため一念発起。去年の4月ここに自分のお店を構えました。ここちょうど空いてたんで、ここでこじんまりやろうかなと。お一人で切り盛りされてるんですか。そうです、はい、欧州というお店の名前なんですが、僕岩手県の奥州市出身なんで、それで屋号をどうしようかって言った時に、ああ奥州がいいかっていうことで始めたんですよ。菊池さんの一押しがあんかけ焼きそば。長年腕を振るっていた居酒屋の名物料理を受け継ぎメニューに加えました。うわー、おっきい。あんがびっちりですね。そうですね、うちはね、あんかけ醤油味なんですよ。それで野菜たっぷりと。いただきます。どうぞ。カリカリに焼いた麺は熱々のあんと絡むと、もちもちの食感になります。ラーメンの麺を使ってるんで。ラーメンの麺を使ってらっしゃるんですか。そうです。それを一回茹で上げてカリッと麺に少し焼いて。エビがプリップリですね。厚みもあるし、少しお客さんに喜んでもらえる大きめで。これからの寒い季節とかね、ぜひね皆さんに食べていただきたいですけど ね。まるで隠れ家のような小さなお店。この手狭な空間だからこそのんびりマイペースでやれるのがいいと菊池さんは話します。人数的にはね、この狭さなんでもうちょっと広かったらなみたいな時もありますけど
いや、これはこれで皆さん料理作って頼まれても多少遅くてもいいよ、ゆっくりでとかね、待ってもらってるんで、その辺がいいのかなと思います。続いて訪ねたのは隣のお店、おばんざいひじきです。今年8月にオープンしたばかり。いらっしゃいませ。うわ、これはすごい数のお惣菜が、うわ、並んでいます。おかみの寺本ゆかりさんです。旭川の繁華街三陸で長く飲食店を営む傍ら、コロナ禍を経てテイクアウト専門の惣菜店を始めました。お惣菜屋さんなんですか？お持ち帰り専門なんですけど、容器に入れて自分の好きなものを詰め放題。詰め放題？はい、詰め放題。ここにある、はい、たくさんありますけれども、はい、これ常時何種類ぐらいあるんですか？10種類から15、6ぐらい。そんなに？はい。和風、洋風、中華風、日替わりで提供されるさまざまな手作りのおかずがパックに詰め放題なんです。こちらの白い容器に、はい、おかずだけ入れていただくと1,000円、うん、それで蓋が閉まらないとダメなんです、はい、ここでパチンって閉めていただいて、でこれで1,000円、うん、ご飯を入れていただいたら800円になるんです。おかずだけだと1000円で、ご飯を入れていただいたら800円で、この小さい容器ですとこれでおかずだけだと600円、こちらもご飯を入れていただいたら500円。あやさんも詰め放題にチャレンジ。お店のスタッフ小野悦子さんに上手に詰めるコツを聞きました。まずご飯入れます。まずはご飯からね、はい、もしたくさん食べたければ、いろんな種類食べたければ少しずつ入れていただくのと、 あまり高さのあるものをたくさん入れると蓋が閉まらなくなるので。なるほど、はい、入りましたが蓋が閉まるかどうかです。お、閉まった、ね、見てください、これこんなにびっちり詰めていただきました。午前11時の開店と同時に次々とお客さんが訪れます。一番人気の唐揚げはあっという間に完売。おー、いいですね。あれもこれもってなるとそうなってます。お店も綺麗だし美味しいです。なんせ普段自分で作らないのがあるのが嬉しいです。皆さん美味しい美味しいって言ってまた来ていただけるのが一番嬉しいです。なるべく薄味を心がけてはいるんですよね。塩分控えめ、ね、体にも優しい、はい、で野菜を多く使うようにしてますね。ありがたいですよね。ありがたいって言われます。ご夫婦2人とかだったらね、そんなにたくさん作らないじゃないですか今。だからここで買ってって2人で食べるって言ってくださる方もいます。続いてもう一軒訪ねたのがこちら、カフェグスペリ。お店の名前は果樹のグズベリーに由来しています。去年1月にオープンしました。還暦になったら仕事を辞めて自分で好きにしようと思ったんです。店主の石呂涼子さんです。旭川生まれの石呂さんは福祉施設の仕事に長く携わった後、還暦をきっかけにこのお店を開きました。人気メニューは600円で提供している日替わりランチ。ここはもう本当にちっちゃなシンクでコックピットのようなところで作ってるんですけどね。狭いながらも念願だった自分のお店、常連客も増えました。私こうなんかちょっとこじんまりした感じが好きなので、
あんまり混むとね、ここもある。このお店にはちょっと意外な限定メニューがあります。奄美群島の徳之島で7年ほど暮らしたという石呂さんの自信作です。鶏飯って書いて鶏飯って言うんです。その鶏も硬いです。平飼いって言って、広いところに動き回ってる鶏なので、すごく筋肉質なんですよね。卵を産み終えた人たちの最後の鶏さんの味を味わってもらって。何をかけるんですか？あ、これが鶏のスープで、これをご飯にかけて食べるのが鶏飯。鶏飯は奄美ではお祝いの時に食べるという郷土料理。石呂さんは北見から取り寄せた希少な鶏肉を余すことなく使っています。鶏肉の旨味が口の中に広がります。噛み応えがありますね、はい、弾力があります鶏肉に。コロナ禍の最中、この場所でお店を始めた石呂さん。他の店にはない個性を出しながら、優しい味を届けていきたいと話します。氷見麹もつってご飯屋さんができたり、居酒屋さんができたり、物価高ですけれども割とリーズナブルに使えて、この辺にお住まいの高齢者の方とか、まあ、お子さん育ててる方とか、お手軽にっていうか使えるようにだんだんなってきてると思うんです、うん、まあ、いろんな人が関わって盛り立てたり努力させてもらっていきたいなと思います。マイタウンクイズ。それではクイズです。今回紹介した奄美群島の郷土料理とはさて何だったでしょう。1番唐揚げ、2番鶏飯、この2つの中から選んでください。正解者の中から抽選で5名様におばんざいひじきの杏仁豆腐サービス券をプレゼントします。応募はハガキまたはファックスメールで、答えと必要事項、この番組へのご意見ご感想を記入の上、旭川市役所の広報係までお送りください。締め切りは12月2日の消印有効です。先月のクイズは1番のシルクスイートが正解でした。